我们会遇到谁呢？啊，前面没有剧透，安全。是一个空间。我怎么记得有一款游戏是打过去的主角？传奇吧，传奇有很多。哦，最终试炼头目，请你做好万全准备。嗯，你说我准备不够多吗？ここは仮想空間の狭間。ええ、この虚数座標で間違いないわ。侵食の起点になっていたのは。でもこの重苦しい気、まるで何かに押さえつけられているような、うん、潜んでるね。とてつもない密度の何かが。これが元凶ってやつか。しかしつかみどころがねえっつうか。ああ、今までの相手とは一味違うらしいな。だがなんだこの感覚は。匂い、いや、こいつは。え、来るわ。哇，小时候被冰念珠，好惨。感じていた貴様の存在を。アンアークライド、偽りの魔王。姿って、そんな、あの時見た。あ、それは相反の存在。昨年のパンデモニウム化の際に権限したという。七十七の魔を束ねる五中が一、バグランツ・ザイオン、そいつに似てやがるんだな。ありえないでしょ。それにこんな色じゃ。ええ、あの青黒い存在とはまるで正反対ですが、まさか別の柱の魔王とでも言うつもり。天界に権限すべきは我、我こそは真の魔王、偽りの魔王よ。落ち支配者、無名の狭間に消え去るがいい。うわあ、ラーちゃん、しっかり。何なんだこの力は。これほどの霊圧、ともあれ最大限の脅威らしいね。ああ、そしてここまで来た以上、こいつを倒して異変を収めるまでだろう。偽りがどうだのと、人の裏事情について好き勝手言ってくれやがった。だが文句はぶちのめした後だ。行くぞお前ら。総員戦闘準備、全力で対象を撃破する。え、メルホイ都没人理我。写39万，好像就还好。
没有人可以扛住今年。开过去。哎，啊，这个不就是跟上一代一样吗？都没变。小块哎，你就慢慢叫。小块也蛮强，有十万级啊，没有，四万左右。难道你也可以回溯时间？なんてプレッシャー！和真要比的话，创鬼那个虚神还更强。このまま攻め切れれば。惨了。而且理论上他应该会有 S 级。なんだ？何がどうなってやがんだ？姿が崩れ始めた。これはまさか。ええ、魔王と呼ぶにはあまりに遅ます。天使。やはりあれは。正しき存在は我。すべてを飲み込めば我が真となる。あの高慢な媒介者などもはや必要ない。邪魔者が消えた今こそ我が手で全てを。たく、哀れなもんだな。てめえはただの再現された存在だ、偽りの魔王さんよ。その正体はおとぎの庭上に仕込まれたイレギュラーにして強大な情報構成体でもって、漂白の魔王も含めたご注文をよく知ってやがる存在。オーギュストの野郎に利用されていたそいつは。あ、不就跟极乐世界很像。待ってください、まさかそれって。ああ、ここまでクリア間違いねえだろ。あの化け物の正体、そいつはかつてDG 教団が教会から盗み出し利用してやがった。ゲテン・エゼルキ、その写本なのでしょう。エゼルキ、そうか、確かバンさんの魔王について書かれていて。あのパンデモニウム化についても記されている。狂気の禁書らしいけど。そう、そして俺は教団に囚われていた頃、毎日のようにそいつを読まされていた。この馴染みのありすぎる匂い、間違えるはずもね。そうだったのね、バン。まさかここに来て教団につながるとは。じゃあ、あの魔王って。
その禁書とやらをオーギュストが利用し、このおとぎの定常をハッキングしたのだろう。まさに MK のシステムを狂わせるにはうってつけの情報構成体だったわけだが、その後暴走したってところかな。あの様子を見てる限り。ええ、当たってるわ。メアコ、出てこねえと思ったら、もしかしてあいつが偽物だから。あれは単なる情報の再現、その程度の存在でしかないわ。写本という時点で相当劣化しているし、目的のために都合よく書き換えられてもいる。でもあれの自我ではその事実を認めることすらできないでしょうね。かわいそうだけど。そっか、あれだけの力を持っていても中身は空っぽだったのね。そう思うと確かに哀れだな。因果な話だが、であれば私たちの手で終わらせてやるのが筋だろうね。ああ、おのれおのれおのれ、矮小なる人の子が我を語るな。畏怖せよ、破滅せよ、可憐な、絶望せよ。我が魔王、我が絶対者、今こそ現世に権限し最悪をもたらさん。お前も犠牲者なのかもしれねえ。だが、だからこそここでケリをつける。全てのやり残しを終わらせるためにもな。うん、 DG の悪夢を断ち切るためにも。これで最後です。行きましょう皆さん。我こそが魔王、真の最悪。うん、続け、レン。休憩しましょう。どうぞ召し上がれ。助かりました。すまないね。チャンスです。ドライブを開始します。オーイエー、零驱動。クライ、赚了一手。燃えるね。行こうか、アリオス。始めるとしようか。服用に舞う我が太刀は虚にして実。霊月一閃。シャンスだ。いつでも行ける。变不了身啊，差一点。那我只好嗑药了。怎么都没有补四十啊？那我嗑最大碗的。反正是最后了嘛。そうだよ。待て。私が相手です。行くぜ。魔法とすっか。行きなさい、バン。開けてくせ。
行くわよ。动不了吧？来，三连击。阿克连开我。終わったみたいだな。とんでもねえ野郎だったが。歪みも完全に消えた。すごい情報量だったけど、綺麗に消滅したみたいね。最後はちょっとかわいそうでしたけど。もう还被可憐。でもこれで良かったんだと思う。这还比较惨嘛。偽りの存在であり続けるよりは。全ては無明の闇に帰る。それも一つの救いの形だろう。はい、そうなのかもしれませんね。あ、でもエゼル機の写本の方は。ああ、そっちは心配ねえよ。 DG が持ってやがった写本そのものは11年前の掃討作戦で回収済みだからな。それも先生の手によって。ベルガルドさんが。そうだったんだ。ええ、先ほどの存在はオーギュストとやらが取り込んでいた情報のみなのでしょう。このような形で利用されるのは全くの想定外。そして今の戦いで完全に消え失せましたし、もう利用されることもないでしょう。そう、それなら安心ね。しかしまさかあの作戦のやり残しも込みだったとはな。まあ仕方ないでしょ。どちらかというとオーギュスト絡みだったようだし。リスク管理の観点からも有意義な調査だったと言えるだろう。庭園絡みもこれでようやく一区切りかな。そうだな、これで俺たちも肩の荷が降りた気がする。よかったね、ナーディア、スウィンも。最後だけとはいえ、私も付き合えてよかったかな。 MK のサービスとはいえ、異変も完全に収まったみたいだし。そういえば、いや、ほんまお疲れさんやったな。たった今メルヘンガルデンの異常がきれいさっぱり消え去ってな、全てのコントロールを取り戻せたんや。みんなどうやらやってくれたみたいやな。で、一体何があったんや。そもそもこの座標どこやねん。ええ、本当にいろいろありまして。おいおい説明させてもらうが、ひとまずこれにて依頼達成ってとこか。うん、感謝するで。みんなほんまにお疲れ様やった。裏解決屋には依頼の報酬と、協力者のみんなにも謝礼を振り込ませてもらうで。ああ、よろしく頼むぜ。それにしても妙な気分ね。もうここに来る必要はないだなんて。いつの間にか習慣づいちゃってたものね。この場所なら遠く離れている方とも顔を合わせて会うことができますから。
はい、これっきりというのは少し寂しいものがありますね。まあな、ガーデンマスターやらエゼルキやらが絡んでなければ確かに悪くねえもんだった。動力ネットを通じて人とつながれる、その点はメルヘンガルテンの当初の目的通りだったのかもしれないわね。お、そう言ってくれると嬉しいわ。みんな忘れとるかもしれんけど、本来は魔獣がうろついてる仕様とちゃうねん。だから今後はこのバグを修正しつつ元のメルヘンガルテンに戻す大規模アップデートに移す。各位11月6号 SAO 正式营运。それには時間がかかる見込みでな。みんなさえよければそれまではいつでもアクセスしてくれて構へんで。じゃあもう少しここで遊べるってこと？ああ、いくらでもゆっくりしてってや。そっか、これでいつでもダラダラできるね。やれやれ。まあ確かに悪くない場所だけどな。うん、しばらく共和国にはいるけど、こういう場所があるのはありがたいかな。はい、今ならいい訓練になりますし。ま、暇つぶしにはちょうどいいかもな。うんうん、フィオやゼロスのテストにもなるしね。またみんなで集まるとしようか。もちろんアップデート後とやらにも。ああ、そんじゃ報酬も兼ねてとことん楽しませてもらうかね。叮，完成。私も楽しめたかな。彩蛋来了吗？本日は整備点検のためタワー展望台は20時に閉鎖しております。明日让我猜是谁，学生会的那个妹子。大盛況に終わったアラミス学芸祭は明後日まで開催される予定とのことです。混雑が予想されますので、お越しの場合は地下鉄など公共交通機関をご利用ください。続きまして、先ほど入った情報によりますと、明日大統領府から重大発表があるようです。ですがご心配なく、深刻な事件が発生したというわけではありません。詳細は控えさせていただきますが、許可が出ている範囲だけでも。予想以上に早かったようですね。さすがはクロンカイト。いえ、グラムハート閣下の采配です。その子、あ、リンゴさん、私頑張りますから、だからどうか安心して。果然ハミルトン都是装出来的吗？我刚刚以为是那个我们事务所前的阿婆。共和国東部イシガル山脈において現在建設が進められているというゼムリア大陸において初となる宇宙軍基地の正式発表とのことです。ご苦労様でした、リンゴさん。そして本当にありがとう。これでなんとかその時に間に合わせられます。总觉得有点鸡掰，什么都没有解释。
就把一代的最后伪王搬出来重打一次，然后说你是假货，没了。看，怎么有一点，有一种惆怅感呢、啊？没什么感觉。那创鬼的那个虚神打完还，我觉得剧情还蛮多的。就是一个字空哦，是不是在暗示我们空之轨迹重置版架空的空？好了，那李鬼差不多玩到这边结束了，希望下次还有机会玩到轨迹的作品，只希望那个编剧可以好好的发挥你的小脑袋，不要再设计一些奇怪的剧情了，不要再灌水了，好好推动主线嘛。